木村次郎衛門は日本のスーパーセンテナリアン。京都府京丹後市に在住していた長寿の男性。2012年12月17日より死去するまで存命人物のうち世界最高齢者であった。また、同年12月28日にはクリスチャン盲点戦の115歳252日の記録を抜いて、 死去した人物も含めた年齢が、検証済みの歴代最高齢記録の男性となった。死去した時点での年齢は116歳54日で、男性では、歴代最高齢記録となっている。同い年の著名人に、加藤静江、パウロ6世、おさらぎ次郎、有賀ガ工作、藤山愛一郎、リギンなどがおり、彼が生まれた時点では、 後藤章二郎、武津宗,宗光らが存命中であった。1897年3月19日、三宅家の6人兄弟姉妹の3番目に生まれ、金次郎と命名される。木村家に、後取りとして向入りし、9代目、次郎衛門を名乗るようになった。京都郵便局通信制養成所を卒業後、20歳から65歳までの45年間。 郵便局にて勤め、1920年代には、日本統治時代の朝鮮において、政府の通信部門に勤めた経験も持つ。戦後、1955年に自治体合併に伴う、個人データ統合の際に担当者が誤って、誕生月を1ヶ月遅く記入してしまい、以後公式な誕生日は4月19日になったと、されている。 誕生日が3月19日として認定されていた場合、生存日数は116歳85日となり、ディーナ・マンフレディには世界最高齢にはなれなかったことになる。クリスチャン・モーテン戦の記録も2012年11月27日に抜いていたことになる。歌手、三島はじめ声の妹、木村八重と結婚。8人の子を育てた。 長男は、この衛兵であったことが誇りだった。晩年は、孫の妻との二人暮らしで、毎日午前5時半に起床し、午後8時に就寝する、生活を送っており、食生活も朝は、ヨーグルトや、さつまいも、梅干しを食し、夜は牛乳を飲むことを習慣としていたという。好き嫌いはなく、食べる量も、自分で決めていた。 足腰が弱っているため外出は通院に限られた。2013年6月の時点で7人の子、さらに孫が14人、ひ孫25人、原存が15人いた。新聞は、天眼鏡を使いながら1時間から2時間、長い時には3時間かけて読む。テレビ番組は、国会中継や大相撲を欠かさず視聴するという。また、 長寿の秘訣として、食べ物に好き嫌いはない。食細くして命長かれ、苦にするな、嵐の後に日和りありなどの言葉をモットーにしている。2009年9月には、読売新聞のインタビューに応じ、その中で、存命人物のうち日本最高齢の男性になった、ことについて、責任の重さみたいなのを痛感している。1日でも長く元気でありたい、と語った。 また、テレビの国会中継を見る理由については、時代についていけないようではいけない、と語った。2010年に、高齢者所在不明問題が発生した際には、1896年生まれの、国内最高齢の女性、長谷川千代のと、並び国内最高齢の男性として確認された。2012年9月17日の敬老の日、京丹後市長の中山康氏が自宅を訪れ、 地元の小学生が作成した贈り物を届けた。これに、サンキューと答えた。2012年10月16日、ギネスワールドレコーズの編集長、クレイグ・グレンディが、京丹後市の自宅を訪れ、ギネス世界記録の認定証を手渡した。2013年4月19日、京丹後市長の中山が自宅を訪れ、安倍晋三首相のお祝いのメッセージを吹き込んだ。 dvd などを手渡した。その他国内外から156通もの手紙やメールが手渡され、祝福の言葉に、はいと応じた。その後肺炎にかかり、5月11日より入院。入院から1ヶ月後の6月12日に、老衰のため死去した。2007年10月16日に、老人学研究団体ジェロントロジー。 リサーチグループの検証済み110歳超えリストに登録される。2009年6月19日、宮崎県在住の田辺智次が死去したことに伴い、112歳61日で、存命人物のうち日本最高齢、また世界で3番目に高齢の男性となる。2009年7月18日、イギリスのヘンリー・アリンガムの死去に伴い、百十二歳九十日で、 ウォルター・ブルーニングに次ぐ世界で2番目に高齢の男性となる。2011年4月14日、アメリカ合衆国在住のウォルター・ブルーニングが死去したことに伴い、113歳360日で存命人物のうち世界最高齢の男性となった。2011年4月19日、114歳の誕生日を迎え、赤飯やタイの塩焼きを食した。 その際、はっきりと84年前の1927年に発生した北丹後地震のことを覚えていたという。2011年10月25日、114歳と190日で中岸自由基地の記録を抜き、日本の男性歴代最高齢となった。2011年12月2日、長谷川千代の生まれが死去したことに伴い、 114歳227日で存命人物のうち日本最高齢の人物となった。2012年4月19日、115歳の誕生日を自宅で迎えた。同年9月には、今なお食事を楽しみとし、3食を欠かしていないとの近況が報道されている。2012年12月4日、ベッシー・クーパーが死去したことに伴い、 115歳229日で、存命人物の内世界で2番目に、恒例の人物となる。2012年12月17日、ディーナ・マンフレディーニが死去したことに伴い、115歳242日で、存命人物の内世界最高齢となった。2012年12月28日、クリスチャン・モーテン戦の記録を上回り、115歳253日で、 男性で、史上最も長生きした人物となった。同時に、史上10番目に長生きした人物となった。2013年1月2日、ディーナマンフレディーニの記録を上回り、史上9番目に長生きした人物となった。2013年1月12日、1897年12月生まれの、大久保子との死去に伴い、1897年生まれの、 最後の生き残りとなった。2013年3月5日、マギー・バーンズの記録を上回り、史上8番目に長生きした人物となった。2013年4月19日、116歳の誕生日を自宅で迎えた。青年に、確証のある男性が116歳に至るのは、史上初のことであり、女性を含めても、史上8人目のことであった。 2013年5月23日、当時113歳90日だった、ジェームズ・シスネットの死去により、中級世紀生まれの最後の、生き残りの男性となった。2013年6月12日午前2時ごろ、京丹後市内の病院で、老衰のため死去。去年116。存命中の世界を呼び、日本の最高齢は11ヶ月年下の大川三章。 男性世界最高齢は4歳2ヶ月年下のサルスティアーノ・サンチェス。日本の男性最高齢は4歳9ヶ月年下のイガラ史上基地となった。しかし当時はサルスティアーノ・サンチェスの年齢が公式に認定されていなかったためジェームズ・マッコーブレーが男性世界最高齢とされていた。葬儀。 国別式は6月14日に行われ、親族ら130人が出席した。京丹後市長の中山康氏が、日本と世界に元気を与えてくれました。死の輝く宝であり続けますと長寿を述べた後、首相の弔伝も読み上げられた。2010年4月、中願寺雄吉、田辺智次以来3人目となる男性での113歳を迎えたが、 それ以降2018年の野中正造まで113歳の男性は現れず2022年時点でも野中のみである。日本人男性として初めて115歳、116歳を迎えた。2010年1月に渡辺時を井上清俊とと1899年生まれの男性が亡くなり、1800年代生まれ最後の男性となっていた。 1900年生まれも2011年の大西種吉、死去。1901年生まれも中西新害の死去により消滅し、木村の死去時には1902年生まれのいがら上吉が2位と約5歳の差があった。ABC、世界最高齢116歳、木村次郎衛門さん死去。日本経済新聞。 http://www. コロンススララッッシシュュ日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ DGXNASDG1200US3A610C1CC0002013 年6月12日、閲覧。ABCD、長寿世界一116歳の木村二郎衛門死死去。 スポニチスパニッキーアネックスオリジナルの2016年6月16日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 3 0 6 1 6 0 1 6 4 3 h t t p w w w s p o n i c h i c o j p s o c i e t y n e w s 2 0 1 3 0 6 1 2 k i j i k 2 0 1 3 0 6 1 2 0 0 5 9 9 5 5 6 0 h t m l ハット京都の木村さん男性長寿世界一に引く長生きの秘訣は前向き。ブルームバーグ .co.jp http コロンスラッシュスラッシュ www. ブルームバーグ .co.jp スラッシュニューススラッシュ 123-mf7tot6ttdsy01.html2012 年12月28日閲覧 ab, 112歳時代についていかないと、教単語、木村さん。読売オンライン、オリジナルの2009年9月18日時点における、アーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20090918022634/.http 大阪、読売 COJP、ニュース。 2 0 9 9 1 1およ o h t 0 0 7 8 8 h t m 2 0 0 9年9月11日閲覧。京都の112歳男性が国内最高齢宮崎の田辺さん死去で、京都新聞オリジナルの2009年6月26日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20090626032031/http:/www.kyot-np.co.jp/article.php, mid, イコール P2 兆90億6190万211 アンド、ジャンルイコール O1& エリアイコール k 0例2 0 0 9年6月19日、閲覧新、男性最高齢112歳木村さん新聞を朝1から2時間、朝日 .com オリジナルの2009年6月23日時点におけるアーカイブ。 h t t p t s w e b a r c h i v e o r g w a v e 2 0 9 0, 2 0 9 0 6 2 3 0 6 2 8 4 7 h t t p w w w a s a h i c o m n a t i o n a l u p d a t e 0 6 2 0 t k y 2 0 0 9 0 6 2 0 0 1 4 3 h t m l 2 0 0 9年6月20日月 l 男性長寿世界一、115歳木村さん祝福。デイリースポーツ。http://www.daily.co.jp://gossip/.2012/.09/.18/.0005387213.shtml2012 年9月23日閲覧。115歳、木村さん市長が、表敬訪問。 朝日新聞。http コロンスラッシュスラッシュ mitown.a.sh.com スラッシュ京都スラッシュ,ッシュ,ッシュニュースドット php 系アイコール日経7000兆12億918万72012年9月23日閲覧。FNN ニュース木村二郎エモンさん男性の長寿世界一でギネス認定115歳 http://www.fnn-news.com コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュヘッドラインズスラッシュアーティクルズスラッシュ CONN00233582.html2012 年10月17日閲覧。長寿世界一の木村二郎衛門さん、116歳に。TBS ヌージー、2013年4月19日閲覧。 木村次郎衛門さん116歳に最高齢。言葉もはっきり。朝日新聞。オリジナルの2013年4月22日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w a v e a r c h i v e o r g w a v 2 0 1 3 0 4 2 2 0 7 1 5 5 3 h t t p w w w a s s a c h i c o m n a t i o n a l s l a s h u p d a t e 0 4 1 9 o s k 2 0 1 3 0 4 1 9 0 0 3 2 h t m l 2 0 1 4年8月6日閲覧。世界最高齢116歳。 木村次郎衛門さん死去。読売新聞。オリジナルの2013年6月17日時点における、アーカイブ。https://archive.is/.20130617193850/.http:/ www. 読売 COJP ナショナルニュース。 2 0 1 3 6 1 2 1 t 0 0 1 9 9 h t m 2 0 1 3年6月12日閲覧。オルデスト・バリデーティッド・リビング・スーパー・センテナリアンズ。ジェロントロジー・リサーチ・グループ。2016年11月17日閲覧。世界最高齢男性が、死去、113歳日本人が、男性最長寿に。ロイター。 h t t p ロイタ t e r c o m アーティクルエジップジャポン -20 兆6580億2011万4162013年1月1日閲覧木村次郎エモンさん114歳の誕生日男性世界最高齢朝日新聞 http://www.asafi.com コロンスラッシュスララッッシシューーュ朝日スラッシュナショナルスラッシュアップデートスラッシュ0419スラッシュ,ュ,ュ,ュ OSK2011 年8月17日閲覧長寿日本一木山町の長谷川千代の三死去。佐賀新聞。 http://www.saga-s.co.jp:/news:/saga.0.2095479.article.html2013 年1月1日閲覧。男性長寿世界一の木村さん、115歳に。 中日ウェブ、http コロンスラッシュスラッシュ www.chunichi.co.jp スラッシュ s スラッシュアーティクルスラッシュ 2012-041901001641.html2012 年4月19日閲覧。全国の100歳以上高齢者が、初の5万人超え過去最多更新最高齢は115歳。産経新聞。 オリジナルの2012年12月31日時点におけるアーカイブ。h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 2 1 2 3 1 0 7 1 4 5 9 h t t p w w w s a n k i b i z j p エコノムニュース12914 1cc1 兆2,091億4,145十五万五千一円二、HTM2012 年9月16日閲覧。Worlds, O, L, D, E, S, T, P, E, R, S, O, N, D, I, N, A, M, A, N, F, R, E, D, I, N, I, D, I, E, S, I, N, I, O, W, A, A, T, 1 1 5 N, E, W, S. c o m AU2012 年12月18日閲覧。1ヶ月弱の女性世界最高齢。 大久保琴と3死去。読売新聞。オリジナルの2013年4月23日時点におけるアーカイブ。 h t t p s a r c h i v e i s 2 0 1 3 0 4 2 3 0 7 4 0 3 2 h t t p w w w y o m i d r y o m u r i c o j p p a g e j s p i d 7 1 0 5 7 2 0 1 3年1月15日、閲覧。世界最高齢、木村次郎衛門さん116歳誕生日。 ABC Web News オリジナルの2013年4月20日時点におけるアーカイブ h t t p s m e g a l o d o n j p 2 0 1 3 0 4 2 0 1 2 3 6 1 8 w e b n e w s a s a h i c o j p a b c 2 0 0 3 2 0 1億3041万 90001html2013 年4月19日閲覧。オルデスト、エバーパーソンダイズウェイジド116。 ザ・タイムズ・オブ・インディアオリジナルの2013年6月17日時点におけるアーカイブ https://archive.is/.20130617193823/.http://articles.timesofindia.india.times.com/.2013-06-13/.science/.399505231 ジロエモンキムラオルデストマン。 クリスチャモーテンセン2013年6月13日、閲覧いつまでも、輝く宝で、木村次郎衛門さん国別式、京都新聞。オリジナルの2013年6月26日時点における、アーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.20130626194835/.http:/.kyot.np.co.jp/.politics/.article/.2013061400084 00ありがとうございます。